の力が抜けていて、外側の体重が乗っていて、頬の内側に綺麗に体重が乗っていない、この状態をパッとする。で、この体幹のポジションで、皆さんこんにちは、前回ですね、私が踏み込んでる足、しっかりとですね、軸が安定してるかどうかをちゃんとチェックしてくださいねっていうお話をしたんですけど、あれをですね、まあランニングのドリルの中でしっかり落とし込みをしてほしいんですね。以前も、スキップ動作なのでお伝えしてるところあるんですが、あれ浮いてる時のこと、姿勢の意識だけしっかりお伝えしてるんですけど、実際は踏んでる時のタイミング、腕の振りのタイミングと踏み込むタイミングがちゃんと合っていて、重心を送り出すのが的確にできているので、ちゃんとそれが合ってるかどうかもやっぱりチェックしてほしいわけですね。で、今日はその踏み込んでいる時にしっかりと体重が乗ってるか、そして、腕振りのタイミングが合ってるかっていうのをちゃんと合わせていくときに、僕が実践しているようなランニングのドリル運動を教えたいというふうに思います。皆さんですね、こう踏み込んでいくときにしっかりと体重が乗っているポジションからじゃないと、こっちの足が繰り上がってこないよっていう話を前回させていただいているわけですね。で、それが体重が外に乗っている、お尻にちゃんと力が入っていないポジションから足を上げようとすると、思うように上がらないし力も入りません。で、そのようにならないようにしましょうっていうのを前回お話しさせていただいたので、前回の動画ですね、ぜひ見ていただければと思うんですけど、改めてその踏んでいる足にしっかり体重が乗ってるかどうかをドリルの中でしっかりチェックしていくという流れをやっていきたいと思います。実際ですね、皆さん普段歩かれていることが多いと思うんですよ。ランニングと歩いている時の決定的な違いって、両足がついている時間があるかそうじゃないかですね。ランニングをしている時って両足をついている時間っていうのは基本的になくて、片足で全て処理してるんで、歩いている時と重心の感覚が少し違います。例えば歩いている時だと、踏み込んだ足の時に両方ついている状態になりますよね。で、その時に支点となっている両足があるんですけど、これ仮に走ってる時だと解釈して、支点が前で重心がここにあったら、こっちの足が仮にですけどなかったら後ろ下がっちゃいますよね。重心が支点よりも大きく後ろにあるとバランスが取れなくなってしまうので、重心をできるだけ前に乗せておく状態を作りたいんですね。で、まずそれがすごく大前提ですよということです。まあ、ウォーキングからランニングにちょっと始めたいな、ジョギング始めたいなと思ってる方でよくありがちなのが、踏み込んでいる支点の部分と重心位置が大きくずれたところでランニングされてる方が多いです。はい、ってな具合です。体の軸がまっすぐ立ちすぎていたりとか、置いた足がですね、遠動作をできてないことが多いんですね。遠動作って何っていう話なんですけど、ランニングしている時って巻き込む、振り上げ、振り出す、振り下ろすっていう動作があるんですけど、この振り上げて振り出して振り下ろすのこの回す、この動作があるんですけど、遠動作が必ず入ります。この円動作が入っていく、この振り下ろしていく時のこの円の動作が入らないと、重心に対して支点の位置が遠くなりすぎてしまうんですね。で、そうなってくると踏み込んだ時にブレーキになってしまいます。で、そうならないようにするためにも、振り下ろした時にちゃんと体重が乗るポジションにちゃんと落としていかなきゃいけないんですけど、これを勉強するためのドリル運動ですね。すごくシンプルな運動なんで、すごく簡単なんで、ぜひやってみてほしいんですが、振り出した足が力みがあって戻らなくなってしまう方結構多いです。まあ、そのせいで回らないんですけど、だからリラックスするっていうことと、あと踏み込むことに力が入りすぎていたり、膝に力が入りすぎて関節が動かなくなっている方、筋肉が動かなくなる方結構多いので、で、そうならないようにするために、振り上げた足を落とす、これだけをやっていきます。っていうような具合です。振り上げる時には力使うけど、振り下ろす時には力入れないっていうことですね。で、振り上げた足を力入れなかったら、適切な位置に体重がそのまま乗ります。で、あとは重心移動がそのまま入ってきて、バッチッとですね、その重心移動がスムーズに行えるんですよね。で、これを振り上げた足を無理に力入れて前に置きすぎてしまうから、重心乗せるまでに時間がかかってしまって腰が落ちちゃいます。で、そうならないようにするために、まずすごいシンプルなんですけど、振り上げて振り下ろす、これだけまずちょっと勉強するのと、あとリラックスする感覚を身につけることにもつながるんで、ぜひ実践してみていただければと思います。で、この次に、前回ちょっと腕振りのお話をしていましたが、その振り上げる動き、引く時の動きにちゃんと足の動きが合ってるかどうかをちゃんとイメージしてほしいんですね。で、特にその足を上げるタイミングの時に
振り上げるっていうのがちゃんとイメージができていて、引くときに振り下ろすっていうのがちゃんとイメージできててっていうので、バランスが取れてるかどうかです。で、これがバランスが取れてると、振り上げるときにもそんなに力いらないし、振り下ろしたときの踏むイメージも柔らかくなります。なんかただもも上げして腕振ってるだけだなと思う方結構おると思うんですけど、実際やってみて、普段で今でもやってる動きなんですよ。だから踏んだ時にちゃんと腕を引く動かすっていうタイミングを合わせて動かすっていうことができると、足に対してのストレス感っていうのが減ってきます。実際腕とかを使わないで同じことをやってると重いし痛いんですね、意外と。だけど腕を動かすタイミングと一緒に動作するとバネを使えるような感覚っていうのが身につきやすいです。ちゃんと合わせるっていうのはすごく重要です。で、実際このジャンプをするっていう動きをやるときに、この振り上げるエネルギーに合わせてちょっと跳ねるだけでも結構高く飛べるんですよ。で、その振り上げるイメージの時にちゃんと足が上がるかどうか、そうすると足の上がりが楽になってくるのもやってみたら分かると思います。で、振り下ろす時に股関節、膝、足首の着地するタイミングと一緒に引くっていう動作がバランスが取れてると、バランスが安定しやすくなります。で、それをちゃんと合わせるっていうイメージで振り下ろし、振り上げる、振り下ろす、振り上げるをちゃんとイメージしてるっていう感じです。で、ここにあともう一つ動きを入れていくとしたら、さっきは振り上げて振り下ろすしかやってないんですけど、これだとランニングに結びついていかないんで、振り上げた足を振り出していかなきゃいけないので、これを合わせていきます。振り上げて振り出して振り下ろすですね。振り上げた足をそのままスッと前に振り出すっていう動きをやってます。実際にこう振り上げた足を力抜いたらスッと前に足前に出ますよね。膝を中心に振り子の原理で足が前に振り出て、そしてさっきのイメージで振り下ろすということをやると、ちょうど前で円動作を行うことができます。で、このちょっと膝を柔らかく使うイメージが少しつかめなくてわからないっていう人が多いんですけど、おそらくこの歩いてる状態の時だったらイメージしやすいんではないかなと思うので、最初にこれをまずしっかりやってみてください。で、この動きをやりだすと上半身の姿勢が崩れやすいです。足を前に振り出すっていうことは、ももの裏からお尻にかけての筋肉が伸びてる状態になるので、それに背中が引っ張られてしまって骨盤が後ろに倒れてしまうんですね。で、骨盤が後ろに倒れないようにするためにも、背筋をよくしながら腰の筋肉で骨盤安定させるイメージですね。で、しっかりと吊り上げてる状態作ってやらないといけないです。だから背中丸めてやってると、足振り上げたたんびに骨盤が後ろに倒れるような動きになってしまって、重心を前に運ぶために必要な動きが取れなくなってしまうんで、少し複雑な点を入れるとしたら上半身の意識がより大事になってくるよということですね。で、これらができるようになってきたら、それをランニングの動きに少し結びつける。ちょっと靴履かないと痛いです。一回止めますね。裸足で練習した関係もあって、ちょっと足の裏が痛かったんでちょっと靴履いたんですけど、この時に大事にしてほしいのが、大体よくありがちなんですよ、つま先で処理しがちな方が多いです。実際つま先で走ってると、ふくらはぎ、アキレス腱に対してのストレスが強くなって痛みが出る可能性があるので、意識してほしいのは、振り出して振り下ろした足をちゃんとフラットに踏み込むっていうことが大事ですね。大体これをつま先で踏み込んでしまって、アキレス腱にストレス強くかけてしまう方多いので、ちょっと注意をしてください。あと、最初にやった振り上げる振り下ろすの動きを、これもうちょっとジャンプの動作でやっていく動きです。で、これができた方がやっぱりすごくいいなと個人的に思うんですけど、そのバネ感をイメージするのにすごくいいのと、小さいエネルギーでより高く飛ぶっていうイメージをつけるには、このステップができるとすごく有用なので、ぜひやってみてください。これなんですけど、このステップもありがちなんですけど、つま先で処理しがちです。確かに
瞬発力のあるふくらはぎを使って、跳ね上がる動きを表現するのは簡単だし楽です。ですけどふくらはぎを筋肉ばっかり使ってると長くは持たないです。ふくらはぎの筋肉の特徴として力はあるし瞬発力もあるんだけど持久力がないっていうところが一つポイントになるので、皆さんがイメージしてほしいのはやっぱりお尻からももですね。でそのために皆さんがイメージしてほしい動かし方はフラットに踏み込むことです。そこがですね、感覚として今履いてる私のシューズもそうなんですが、かなり遠いです。厚みがあるのでちゃんとフラットに踏んでるのかなっていうのを感じにくいし、このシューズなんかナースはそうなんですけど、ドロップがあるのでかかとからつま先にかけての高さがあるので、履いてるだけで斜めに倒れてるような感覚があるのでナチュラルではないんですね。理想で言うと裸足でやってもらうぐらいがいいんですが、心配な方はですね、少し厚みのある靴を履いてやっていただくか、ナチュラルタイプのシューズのモデルを使っていただいて、ドロップの低いモデルを使ってみるといいかなと思います。それで足裏全体でちゃんと踏んで、そのバネを使って上に上がるっていう感覚を作って、それをスキップに落とし込みしていきます。はい、ということで、今からですね、さっきやったステップから次は前に進むステップに蹴り替えるということをやります。大体皆さんスキップ運動をやるときにつま先を意識しすぎてて、かかとから押し出すイメージっていうのがちょっと足りない方が多いし、かかとで踏み込んでいくイメージもちょっと足りない方が多いので、それを最初このスキップで足の裏全体で体重を乗せてスキップする感覚から前に、移動した時にその感覚を崩さないようにして、より遠くに伸びるようにスキップしてもらい、そのまま走り出すっていう工程を踏むドリル運動ですね。でちょっとやっていきます。体を使うために必要な、筋力トレーニング、体幹トレーニングと、あとドリル動作、2本にわたってお話しさせていただいたわけなんですけど、しっかりと地面を捉える、足の裏でしっかりとバランスを取れるようにする、踏み込んでしっかりと地面に、パワーを伝える、すごく大事なポイントになります。体重をしっかり乗せて軸を安定させた状態じゃないと反対の足はしっかりと早く引き上がってこないということですね。なのでより早く走るときにも重要なんですけど、遅く走る私に関係ないでしょそれって思ってる方いると思うんですけど、結局ゆっくり走ってても僕が捉えてる感覚は同じです。軸足が踏み込んでいくタイミング、腕を振るタイミング、バランス、それらがちゃんと合わさっていて早く引き上げることができれば、設置する時間も短くなって体にかかる負担も減るし、体を前に倒す時間も早くなっていきます。より楽なですねランニングをするためにも踏み込みが安定してるかどうかっていうのはすごく大事なので、今日やったドリルなんかはぜひですね試してみていただきたいし、感覚を磨いていただければなというふうに思います。ぜひですねセミナーでも教えてるので、セミナーですねぜひ参加していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。タナでした。